今日ね、職場で面白いことがあって。ああ、うん、そうそう。ああ、うん、そうなんだ。ちょっと、なんだよ、ちゃんと話は聞いてるって。最近携帯いじってばっかりだよね。不倫してんの？ちょっと、大丈夫？お前が変なこと言うから。だって、携帯ばっかりいじって、人の話ろくに聞いてくれないんだもん。不倫だって疑っちゃうよ。そんなことするわけないだろ。俺は明かり一筋だっての。ほら、携帯ゲームやってただけだよ。悪かったよ。話ちゃんと聞くから。もういいよ。おいおい、すねんなって。そのゲーム、そんなに楽しいの？私もやろうかな。って、あ？あ！何このカップルってアプリ。なんでもない！なんでもないから！怪しい。本当に、なんでもないって。な！私はあかり。32歳の保育士で、新婚ほやほやだ。最近旦那のまさやは、しょっちゅう携帯をいじっている。新婚だし、さすがに不倫はしてない。そう思っていたのに、カップルというアプリを調べてみたら、それはマッチングアプリだった。ちょっと、まさや、どういうことなの？マッチングアプリを入れてるって。あ？え、じゃないわよ。カップルってアプリ。調べてみたら、マッチングアプリじゃない。あ、いや、この前友達と飲んだ時に、友達がふざけて俺の携帯にインストールしたんだよ。ほら、今はもう消えてるだろ。本当に？最近携帯いじってるのは、そのマッチングアプリをやってるんじゃなくて？違う。新婚でそんなことするわけないだろう。信じてくれよ。正直信じられない。そんなこと言うなって、あかり。その後携帯を見せてくれて、何も出てこなかったけど、そんなことでは信用ならない。証拠となるものを全て消したかもしれないしね。ただ信用はできないけど、不倫の証拠はない。そんなモヤモヤした状態が続いたある日のこと。何してるの、りんちゃん。に、あかり先生のためめきをね、押し戻そうと思って。ためめきするとね、幸せが逃げるんだよ。りんちゃん、ため息ね。でも確かに最近あかり先生、ため息つくこと多いですよね。あ、はい先生。何言ってるの、私ため息なんてついてないわよ。あかり先生、ついてるよ。息をするようにため息ついてる。さすがにそこまでため息は。ついに離婚したか。愛先生は離婚もできねえけどな。結婚できてねえから。ちょっと、それどういう意味よ。私だって旦那の一人や二人。日本は重婚認められてないよ。見え張るのはやめた方がいいって。よしよし、愛先生。ついにって何よ。まあついてたわよね。ため息ついちゃってごめんね。なんでもないから大丈夫。あのね、あかり先生、大丈夫じゃない時に大丈夫って言わなくていいってママとパパが言ってた。体がいたたーの時とか、心がいたたーの時は正直に言っていいって。そっちの方が早く治るんだよ。リンの言う通り、我慢は毒だよ。私も聞きますよ。みんな、カツ丼食わせてやるから吐き出せよ。ほら。なんであるの？愛先生の今日の弁当。ああ！私のお弁当がないと思ってたら、今日がっつり系だから見られたくないの。返して、返してってば。がっつりすぎるでしょ。愛先生は食べ盛りなんだね。これからどんどん大きくなるね。もう横にしかでかくなんねえぞ。ちょっとすももちゃん、違うもん。今日合コンだからケーキ漬けにカツ丼にした。いや、なんでもない、なんでもないからね。そういうことなのね。でも正直に言った方が早く治るか。りんちゃんのパパとママ、いいこと言うね。あかり先生、
私たちでよければ話してみて。スモモたちが力になるます。愛先生の結婚相手を探すのは無理だけど。ねえ、今それ言う必要あった？でも確かに凛ちゃんたちには私も助けてもらったことがあるんです。何か力になってくれるかもですよ。それに私も力になりますから。でも愛先生はまだしも園児たちに話すような話じゃ。話さないと愛先生の秘密ばらすよ。え？私の秘密？おい、この前愛先生ん家行った時、愛先生留守だった。そしたら愛先生のママが暇だろうからっていろいろ教えてくれた。お母さん、何やってんの？あのね、愛先生はね、高校生の時モテたくてお化粧して学校行ったら失敗しちゃって、あだ名がデレモンカッカニー。リン、デレモンカッカね。他には？ちょっとストップ！あかり先生、お願いです。私のためと思って、私のためと思って言ってください。わかった、わかったから泣かないで愛先生。こうして私は園児たちと愛先生に旦那のことを話すことに。なんで私園児にこんなことを話してるんだ。まあため息ついてた私が悪いんだよねってことなの。それからも旦那はトイレにこもったりして、こっそり携帯をいじってる、私のいない場所で。それは真っ黒だね。隠し事してるね。りんちゃん、隠し事。でもそれは私の経験上ほぼ 100% 黒だと思います。なんで彼氏内歴イコール年齢の愛先生が経験で物語ってんだ。愛先生、見え張るのはやめよね。ごめんなさい。よしよし。とりあえずこれでいいでしょ、言ったんだから。はい、これでこの話はおしまい。おしまいじゃないよ。え？みーは今ここに噂探偵団を結成します。噂探偵団？いいね。私たちが旦那さんの悪事を暴いてあげる。うんうん、やりましょう。愛先生がいれば100人力だな。どういうこと？マッチングアプリたくさんやってそうだから。一つしかやってないわよ。嘘、やってない、やってないから。メッセージを続けるのがめんどくさくて3日でアンインストールしたりしてないから。愛先生、千里の道も一歩から、彼氏作るのにも地道な努力が必要だよ。私が彼氏を作るまでの道のりは千里もあるのか。長いな、たどり着くかな。年齢を重ねるごとに千里が2000里になったりするから気をつけて。うわ、さりげなく辛い現実突きつけてくるな。私が逃避してた現実を。ねえあかり先生、凛たちがね、どうにかしてあげる。噂探偵団に任せて。任せてって言われても。とりあえず今日保育園終わったら作戦会議ね。その日の夕方で、あかり先生の旦那さんがやってるマッチングアプリってどんなの？りんちゃん、マッチングアプリね。さすが詳しいな。今日おちょくりすぎでしょ。これ、このカップルってやつ。あ、愛先生もやってるやつだって。正式には三日坊主でやめたやつ。いや、まだ一言もそんなこと。違うの？そうです。よしよし、愛先生。そっか、愛先生もこれを。旦那とメッセージのやり取りをしたことあったりしてね。シュママ、いいこと思いついてます。え？いいこと？名付けて、毒を持って毒を制す作戦。これであかり先生の旦那をやっつける。毒を持って毒を制す作戦？一体何をするつもり？ちょっと耳貸せます。なるほど。ほえー、リン、分かってないでしょ。う、分かってるよ。バーンってやって、いやーってやるんでしょ。でも
確かにその作戦ならいけるかも。そんなにうまくいくの？やってみる価値はある。やってみよう。はい、愛先生、携帯貸して。え？私の携帯使うの？おい、愛先生の携帯使った方が敵を欺ける。愛先生、お願い！でも、私の連絡手段が。彼氏いねんだからいいだろ。そうね、メルマガぐらいしか届かないもんね。わかったよ、あかり先生のためだもん、差し出すよ。それから一週間後。この前の美咲ちゃんとのデートは楽しかったな。今度は誰を狙おっかな。お、珍しく女の子からメッセージが来てる。どれどれ、愛ちゃんか。うひょー、めちゃくちゃ可愛いじゃん。どれどれ、まさやさんの写真に一目惚れしました。こんな気持ち初めてなんです。一度お会いしたいんですけど、ダメですか？最高じゃん、ぜひぜひ。っと、ありがとうございます。それではドライブするのはどうでしょうか？ドライブいいですね。来週の土曜日とかはどうですか？迎えに行きますよ。っと、大丈夫です、ありがとうございます。うちの住所は…お、マジかよ、うちから近いじゃん。これってもしかして、もしかしてやれちゃうんじゃないの？一目惚れしてるって言ってるしな。ドライブの後はホテルに最高だ、こんな美女とできるなんて。美容室とかいろいろ行っておかないと。よし、釣れましたね。これで証拠を手に入れた。あとは旦那を問い詰めるだけ。よし、じゃあ準備しよっか。うん、ちゃちゃっと終わらせよ。おい、え、準備？あかり先生傷つけられた、仕返しする。二人も手伝いください。な、何をするつもりなの？そしてまた一週間後。今日は愛ちゃんと会う日。愛ちゃん家はこの辺りのはず。まさやさんの車って黒い車ですか？そうだよ。っと、もしかして愛ちゃん家から見えてる？やっぱりかっこいい車ですね。その近くに空き地がありますよね。誰も使ってない空き地なんで、そこにとりあえず車を止めてください。うちその前のアパートなんですよね。車止めたら一旦うちで休憩しましょう。うひょー、一旦うちで休憩とか激アツじゃねえか。愛ちゃんドライブの後まで待ちきれなかったんだな。たくさん可愛がってあげないと。この空き地だな、ここら辺でいいか。ん？愛ちゃんからメッセージ？もう少し前です。ちゃんと中に入ってないと近所の人に怒られちゃうんですよね。もう少し前か、ここら辺か。あと30センチ前です。細かいな、そんなにうるさい近所の住人がいるんだな。あ、うわー、いったたたた、なんだこれって。あ、穴に落ちた。どうして、何が起こったんだ。車から降りれない。誰か、誰か助けてくれ。あら、あなたこんなところで何してるの？え、その声は、あかり？どうしてあかりがここに？たまたまうちの車が見えてね、追ってきたのよ。あなたこそどうしてここに？あ、いや、夕飯の食材の買い物しようと。スーパーはこっちじゃないけど、マッチングアプリの相手と会おうとしてたんじゃないの？そんなことするわけないだろ。そう、まだ嘘をつくのね。これ見て。スマホ？愛ちゃんと俺のメッセージ？はあ、愛ちゃんはあかりだったのか？大正解。俺をはめたのか？そういうこと。やりやがったな。他にもこういうやり取りをしてる人が何人かいるんでしょ？白状しなさい。いや、してない。じゃああなた、一生このままね。え？だって私が助けないと出れないでしょ？あ、さようなら。ちょっと待ってくれ。何？正直に言わないなら助けないわよ。正直に言う。全部言うから助けてくれ。
携帯のアプリも見せるから。それでいいわ。はあ、20人の女性と不倫、しかも既婚者だって黙ってたなんて最低ね。すまなかった、ただの遊びだったんだ。とりあえずその女性たちに既婚者だってこと話したわ。でもこれでいいだろ。早く俺を助けてくれよ。そうね、しばらくしたら助けてあげるわ。しばらくしたら？何言ってるんだよ。今すぐに助けてくれよ。ちゃんと話したろ。今すぐだなんて約束してないけど。じゃあまたね、マサヤ。待ってくれ、あかり。これ水が溜まってきてる。このままじゃ沈む。呼吸できるようにホースだけは渡してあげる。地上に片方は出しといてあげるから、それでなんとか生き延びて。待ってくれ。終わった。うまくいきましたね、あかり先生。これもみんなのおかげよ。でもまさかこんな作戦思いつくなんてね。愛先生の携帯を使ってなりすましで呼び出して、落とし穴に誘導して落とすなんて。スモモたちはそんじょそこらの保育園児と一味も二味もちげ。まあそういうことだよね。本当にその通りだね。じゃあ作戦成功を祝って飲みにでも行きますか。いや、さすがに自分が先生してる保育園の園児連れて居酒屋はまずいでしょう。どこで他の保護者に見られるかわからないし。確かに。じゃあ愛先生の家で飲もう。え？確かに愛先生家なら人耳だし問題ない。一人身だしね。そうだね、人耳だしね。繰り返すな。そして一人身だ。その後、大人はお酒、子供はカルピスで祝勝会をした。ちなみにあの空き地は私の実家の空き地。今は誰も使ってないから誰も来ない。とりあえず一晩はああしておくかな。そして翌日、助けたマサヤは憔悴しきっていて、何でも言うことを聞いた。おかげで相場以上の慰謝料をぶん取れたよ。そしてマサヤとは離婚。マサヤ今はマッチングアプリで騙した女性たちにつけ回されて大変なことになってるとか。会社にまで女性たちが押しかけてきたらしく、会社もクビになったらしい。自業自得だよね。本当にありがとうね、噂探偵団のみんな。みんなのおかげで助かったよ。こうして新しい人生のスタートを切れた。どういたまして。リン、どういたしまして。あかり先生、今度一緒に合コン行きましょう。今回の噂探偵団の成果はそれだけじゃねえ。見ろください、デデモンさんだ。デーモン閣下だね。ん？デーモン閣下って、ああ、私の高校時代のプリクラ。この前の飲み会で見つけた。これじゃ彼氏はできないよね。返して、返してよ。本当に面白い子たちだな。私は園児に、同僚に恵まれている。こんな幸せなことない。これからもこの子たちのこと大切にしていこう。この子たちが私を大切にしてくれているように。